さあどうだ、上がってくれてるか。まあ4、まあ4ぐらいなってればいいとは思うんだけど、はいはいはい、4になってるね。いやいいぞ、このままマリアとエレンのイベントは次のパートで、まあ次のパートっていうかもうパート切り替えたか。このマリアの家に入った時にもしかしたらパートを切り替えてるかもしれないんだけどさ、まあだから今回のパートはね、今回のパートでマリアとエレンの何かしらのイベントがうまくいけば起きてくれる。まあただもうおじさん既婚者だからな、そういったイベント起きてくんないかもしんないよな。でニーナも、あの女ニーナとアンは平日に選択肢が出ないからもう諦めて、まあ平日に選択肢も出る、まあ、マリア、エレン、この辺りを攻略してった方が賢明だな。選択肢が出ない限りは好感度は上がんないはずだね、この感じだったら。選択肢出て肯定してやることで好感度が上がるみたいなさ、心理学的なやつあるでしょ。相手の言動に同意すると、まあ、オウム返しみたいな感じで相手の喋ったことをそのまま言うことによって好感度上がってくみたいなさ、なんかミラーリングみたいな、そういう詐欺師がやるようなテクニックあるじゃん。ああいう感じで、まあ好感度を上げてたぶらかすと。まあこんなもんでいっか。まあ一応ニーナにも話しかけてやって、やっぱ選択肢出ねえもんなこの女で。そろそろもう夕暮れ時だから、まあ家帰って寝るか。まあ嫁が妊娠してる時も好感度を避けてしまったら、あー寝ちゃってるってか、ちょうど今多分6時になったんだろうな。スースー、あ、一応話しかけたらこういう風になるんだ。で日記つけて、うん、今日も晴れてるね多分。今日は土曜日だからお店は休むよ。まあイブに関してはもう嫁にしちゃってるから、セリフが、おお、なに、スズメ？このスズメが出てくる条件って何なんだろうな。曜日関係してんのか？土曜日、日曜日、休みの日限定みたいなさ。んで、乳搾り。まあ、今日はこのまま、搾りから、搾り優先でやってた方がいいね。まあ、売るとしたら牛6か牛7だよな。多分タイミング的に牛7が大きくなってもおかしくないから、まあそうなったら、まあ、真っ先に売るよね。お金どんぐらい？はいはい、6000円。なんかやっぱ牛の乳ってすげえいい値段で売れるよな。マジで金のなる肉だわこいつ。あー、やっぱ牛6だな。牛6が一番小さいよね。牛5はもうちょっとこれよりもう一段階大きいミルク出てたような気がするんだけど、うん、大きいよな。てか乳搾りをさ、 この角度で乳搾りしたら何やってるかよくわかんないよね。横だったらまだかろうじて、あ、なんかやってんなってのわかるけど、前後だとわからんよな。もう今全員搾乳搾れるやつからは搾ったか、多分搾り取れるやつからはもう搾り取ってるはずだから OK。 で一応全員に話しかけて、ブラッシュして、あ、待って、逃げるな。牛によってちょっと個体差とかあんのかな、逃げやすいとかさ。あー、ちょ、牛1のところに話しかけることすらできない。こいつが強力なディフェンスをしてやがれ。で磨き上げて、
お前ら講師サイドも磨き上げていくんだ。で、牛球も磨き上げて、いやマジ不衛生気まわりないよな本当に。このゲームブラシとかも洗ったりしてないもんな。服も洗ってないだろうし、まあ、その辺もちょっとねリアルに追求したいよな。でもそこまで追求したらちょっとだれるかちょっとだれそうだよな。服を着るとか、服を着ますかとか、どの服を着ますかとかさ、どの服を洗濯機に入れますかとかさ、洗濯機を回しますかとかさ、どの洗剤を使いますかとか、そこまで出たらもうゲームじゃないじゃん、リアルじゃん。リアルの考えをやってるようなもんだよな。まあそのリアルが一番のゲームなんだけどな。とまあ詩人みたいなことを言って牛の部屋を去っていくぜ。ニワトリどうだ、生まれてるか。ちょっと待って、どうしたどうしたお前、お前どうした、お前何、俺間違えて牛、どうしたどうした、う牛音どうした、俺なんで牛音今勝手に出たの。ちょっと待って、牛音お前ちょっと、部屋に帰ってほしいんだけど、何が起きたんだこいつ。あれか、ベル鳴らした方がいいか。ベル鳴らさないとこいつ、あれか、これが雪味噌の種か。雪味噌の種だから、まあ冬に埋めないと意味がないっていうやつだと思うんだけどさ、ちょっと牛よん、いや全然来てくんないんだけど、何こいつ。この辺で鳴らせば、いや、はい、帰ってこないんだけど。牛音、あいつマジ何考えてんの。いやちょっと牛音来てくんねえしよ。いやそう、想定外のことが起きてる。いやもうちょっと下だ。いや寝るなお前。いや今日も元気だなじゃなくてさ、いやなんで勝手に出てんだよ。おお、多分吸収された。こんなこともあんのか。はい、牛読んだよなお前。いやマジ勝手なことすんなよ本当に。無駄に時間経過してしまったじゃないか。まあ、土曜日だからさ、ニーナかアンがどっか別の場所にいんのかな。あんまり土日に、ニーナは山奥にいるのなんとなくわかるんだけどさ、アンって土日、あ違う、アンは教会か、教会にて退屈じゃないみたいな、パーティー抜け出さないみたいな感じのこと言うじゃん。だからそれを狙わないとダメなんだ。いやめんどくせえよな、その辺の設定な。まあ日曜日に至っては逆にマリアやエレンが話しかけてもダメなんだよな。エレンに関してもその教会でなんか親父に罰が当たりますようにっていう、そういう親不孝な祈りを捧げてるわけじゃん。まあだからあれだな、選択肢が出てこねえから好感度上げるんだったらやっぱ平日しかあの女はチャンスがないっぽいね。いや問題はニーナだよな。ニーナってさ、洞窟の割と奥の方にいたと思うんだけど、その時に話しかけてわざわざ洞窟からまた出て話しかけてその選択肢を肯定するみたいなさ、そういうことをやんなきゃいけないから、
一番距離がかかりそうだよな。なるべく時間をかけずにローコストでやりたいけど、要はそんだけ好感度上げるためだけに、なんか時間が何日間かかかってしまうのはちょっとな、もったいないよね。んで、こいつ邪魔だから一回避けて、んあと3話分、いや、おじさん、さっきモンスター炭酸飲料飲んだからさ、ゲップが出てしまった。まあさっきモンスター飲んだっていうのもあって、今回の実況はコーラとか何も飲まずにやってるんだけど、さすがに干からびてくるよな。これ牧草ってどうなの？いけるか。いや、まだこの青さいけないか。おお、わざわざ壺出して、壺の色もちょっと違うよね。土曜日だからお店は休みよ。いや、それは知ってるんだけど、まあ、毎日こうやってこの女は酒浸りの生活してるからな。で、そもそもこうやって酒作ること自体も違法な気がするんだけど、大丈夫なのか、その辺は。まあ、法律的に、まあ、ゆるゆるな国なんだろうな、きっとな。まあ、あと、販売はしてないじゃん。自分たちで消費するために作ってるわけだから、まあ、そこは多少許されてんのかもしんないね。んで、搾乳機とこいつらは持って、まあ、いつも通り、土曜日か。まあ、ニーナだよな。いや、まあ、ニーナもそうなんだけど、他の、エレンとかさ、ああ、もうお昼早いね。エレンって土曜日ってどこにいんの？ああ、そこにいんのか。はいはいはい。これ、あれだな、土曜日でも選択肢出てくるんだな、この女。ああ、アンもいるじゃん。いや、アンはでもあれだな、やっぱ、はい、家の選択肢出てこねえな。出てこないってことは多分、まあ、日曜日にはい、家のしか選択肢出ないから、仲良くなるなら日曜日だけだぜ、みたいなさ。んで、ニーナは多分山奥だな。まあ、今日はちょっとニーナの日だ。土曜日はニーナの日で、日曜日はアンの日だから、仕方ないわ。まあ、ここら辺に咲いてる綺麗な花も用途が分かんねえよな。何用の鑑賞することも、まあ、鑑賞することは一応できるか。綺麗な花だなーって出るだけでさ。はいはい、ニーナ。いや、出ないのか。いや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 、え、この女のフラグ何なの？この女全然はい家の選択肢出ねえじゃん。なんだこのクソビッチ。いや、山ぶどう献上するとかしないとダメなのかな。待って、山ぶどう、もう時間5時だぜ。いや、これもうダメだ、もう手遅れだ。家に着く頃には日付変わっちゃ、変わってるわ。もう家に着く前に変わってるわ。もう最近あれだよな、ここ3日間4日間ぐらい一回もイブに話しかけることもなく夜が終わってるよな。ってことで俺も寝るぜ。明日の天気はどうなの？晴れ？雨？うん、今日も晴れだ。まあ一応朝には話しかけてるからさ、まあ、朝には話しかけてるから、そんなにイブの好感度が下がるみたいなことはないから、これ好感度下がりすぎたら流産するとかさ、まあそこまではねえか。そこまでなんかリアルな感じ出さねえよな、このゲームな。で、ブラッシュして、俺昨日ちゃんと餌あげたよな、こいつらに。え、昨日はな、牛4が勝手に外に出るっていう謎のトラブルがあったけど、気づいたら外に行ってたもんな、あいつな。あれ、基本的に外に出たらその牛舎の目の前にいるのかね。
あれがもし牛舎からすんげえ離れた場所だったとしたら気づかなかった可能性あるからさ。待て待て、牛。まあいい、こっち側の出産小屋の方に追い込むことによってある程度回避はできるよね。で牛8で牛7。いや牛7売り飛ばすんだったらあいつの体別にゴシゴシする必要ないんだよな。売り飛ばすかもしんない牛をわざわざケアする必要性はあるのかっちゅう部分だよな。お金だって今、はいはい、8000円まで。1日なのに1500円ぐらい、1500円ぐらい収入出てるよな。いや、ほんとになんか金儲けが、結構いいペースで進んでるわ。やっぱ牛4がこのでかいサイズのミルク出してくれるっていうのが本当にね、ゲームバランスを良くしてるよね。まだ、こいつ牛、絞れてなかったのか。で、あとは牛6から搾乳してやれば今日の絞りは終わりだ。いや、なんか飲むか、なんか飲むか食べるか、アイスとか食べるかどうしよう。口の中がだいぶパサパサしてるわ。いや、口の中パサパサで思い出したんだけどさ、最近寿司を食べてないから寿司を食べたいなみたいに思って、まあ、パサパサで思い出すのが回転寿司もさ、結構長いことレーン流ってる寿司ってまあまあパサパサになってるじゃん。でそれでちょっと思い出したんだよ、まあ、くら寿司とかはま寿司とかスシローとかな、あの辺行きてえわ。回転寿司でももう十分満足できるからな、おじさん貧乏一度だから。で牛たちに牧草も捧げて、美味しくなさそうなんだよな、この牧草の色が。リアルのサイロってさ、こんな色じゃなくね。もうちょっとなんか毒気のない色してるじゃん、これ。明らかに毒入っててもおかしくないような、なんか若干紫色のさ、まあ、ポケモンで例えるんだったら毒属性って感じの見た目してるよな。で卵も550円で、卵550円で牛乳1000円だとして、まあ、1500円ぐらいか。もう畑とか一切耕す必要ねえよな。でイブ以外のヒロインの好感度上げたとしてちゃんとイベントが起きてくれるのかだよな。イベント起きないんだったら好感度上げたのがバカみてえじゃんってなるからさ。まあ今日はとりあえず日曜日だから。いやでも、ニーナって何？日曜日あいつどこにいんの？ニーナの行方がわかんねえよな。土曜日、まあ山にいたのはわかるけど、日曜日も山にいんの？あの女。日曜日はイブが温泉にいるイメージは強いんだけどさ、ニーナって、あ、でもニーナも日曜日山にいたか。山の洞窟じゃない、山の中腹あたりにいたか。だからその時に話しかけないと好感度が上がんないみたいなさ、そういうことなのかもしれんわな。まあ、一応山にも行くか。教会と山だな、今日の目標。ちょっとこいつら、もうゼルダの伝説みてえに鎌とかでフルボッコにしてやりたいけど、それやったら多分卵生まれくなるから。夏の月の最終日、夏の月の最終日にニワトリフルボッコにするか。もうゲームエンディング迎えて終わるだけだから、まあ、最悪ニワトリたちをフルボッコにして、まあニワトリの逆襲みたいなことが起きるのかどうかも見ておきたいっていうのもあるしさ。まあそうだな、最終日にフルボッコにしよう。まあ一つこの牧場物語の目標ができたな。夏の月の30日はニワトリをフルボッコにする。
素晴らしい目標じゃないか。で、山の屋上とは言わないけれども、中腹あたりに、あ、ほらほら、いるでしょ。はいはいはい。うえ。いやいやいや、せっかく話しかけてんのにな。こいつマジで選択肢出ねえよな。なんなの？おい。ああ、好きなの。はい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 。これで、あいつの目の前に花をとりあえずあの女に、もう毒キノコがあるとか言ってるけどさ、もうそんな毒キノコの季節じゃねえから今。その毒キノコの季節にも、このデータはなんないんだよ。もう最後の夏を迎えてしまえば、それで終わりなんだよ。で、目の前にある花をむしり取って、選択肢出てこねえもんな。もうあと2回ぐらいか。まあニーナの方がちょっとめんどくさい手間があるから、ニーナイベントを先にやった方が多分いいと思う。まあそもそもイベント起きる前提で話してるけど、起きない可能性もあるからな。分からんな。これといって平日も土日もニーナに話しかけてるけど、選択肢が一向に出てこない。この女なんでこんなに選択肢が出てこないんだろうな。もうお昼か、早えな。もう花を3回もあげてるんだから、好感度十分上がってると思うんだけどな、この女。なかなかガードが本当に硬い。もう次上げて進展しなかったら、で横からあれなんだ、ポヨンできないんだ。これ上げて進展しなかったら、もうあれだな。いいや、今日はもう諦めてアンのところ行くわ。アンの方がまだもしかしたら伸びしろがあるかもしれないから、まあ、アンの方があれだよな。一応選択肢は出てきてくれてるからさ、アンに関しては。だからその退屈をね、一緒にパーティー抜け出さないでハイを選べば、アンの好感度は上がるはず。ウィスババア、牛とか売れんのかな、このババアに。まあ、牛は多分あの農業のペット屋の親父が買い取るんだと思うんだけどさ。はい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 。でバチ当たれって言ってるよね。ね、退屈じゃない。うん、寝てる状態を襲ってしまえばいいのにな。そうすれば吊り橋効果みたいな感じで好感度が上がるかもしれないからさ。いや寝てんな、これ本当にいいのか。寝てるけど好感度上がってんのかな。別にの方を選ばなきゃダメなのか。いやまあしゃあないか。眠り姫だ。アンは眠り姫になってしまったんだ。そう思ってやっていくしかないわ。いやこれ好感度もうちょっと上がれば、寝ないでなんか一緒に、そんなことよりもおじさんあなたの胸の中で寝たいわみたいなさ、そういうことをになってくれるかもしんないから、もうちょっとちゃんと話しかけた方がいい。多分やり方としてはこれで合ってるとは思うから。今何時？ 3 時か。いや、いけるいける。あともう3回、もっといけるか。4、5回はいけるな。いや、でもワンチャンこれ別にの選択肢を選ばなきゃ、ダメだったのかな。なんでもかんでも肯定すりゃいいっていう問題じゃなくて、いや別にを選んだ方がいいのか分かんねえなこれ。で別にを選んだら選んだで好感度が下がったりしないか、そこはちょっと心配な部分ではあるよな。好感度上がってんのかな。あと、まあ、4、5回やるか。あと4、5回やって、あと4、5回話しかけたとして、好感度上がってると信じてアンの家に行って
って確認するっていう作業をした方がいいかもな。いや頼むぞ。いやなんならこの実況今土曜日に撮ってんだけどさ、ちょっと話変わるんだけど、土曜日に撮ってて、前にも俺土曜日に撮っててさ、コナンが見たいから実況早めに切り上げるわとかって言ってて、まあ、今もまたコナン始まってんだよな、すでに5時ちょっと過ぎぐらいからこの動画を撮り始めて、今6時3分なんだよな。まあデジタルリマスター版だからな、今日のコナンは。まあ昔のコナンも再放送だから別に見なくてもいいかみたいなさ。陶芸家殺人事件がこの8月20日は放送されるはずだから、まあどんだけ動画のストック作ってんだよみたいなこの動画投稿されてんのって9月の10日とかもっとそれ以降かな、9月15とかそれぐらいだと思うんだけど、まあ今おじさんが撮ってるこの瞬間は8月20日の土曜日の、午後6時4分に撮ってんだけどさ、さあ果たしてこれで好感度は上がってんのかどうか。これで好感度上がってなかったら別にの方の選択肢を選ばなきゃいけなかったっていうことになるから、ただただ時間を無駄そっか土曜日、ああいや日曜日か、日曜日だから確かめることすらできないんだ。これ時間もったいねえな。これ教会に入ることもできなくなって、ああ大丈夫だった、まだセーフだった。一応別にの選択肢選ぶか。シェーン真面目なんだから、あどっち選んでも寝るの、どっち選んでも寝るんだったら肯定してやった方が多分あの好感度は上がると思うから、んもう残りの時間も全部こいつに使おう。でニーナもニーナで好感度調べようかなみたいに思ったけれども、ニーナのお店も本日営業終了みたいに書かれてるかだろうから確かめようがねえんだよな。まあしゃあないしゃあない、切り替えてやっていくしかない。まあ案はとりあえず肯定できるけど、ニーナに関してはマジでつかみどころがないからな、あの女。いや月曜日、明日月曜日か、月曜日になって好感度が上がってれば、まあ、このやり方が正しかったっていうことだと思うんだけど、そうじゃなかったら絶望だよな。まあ、案の選択肢、案の好感度が上がってなかったら絶望なんだよ。まあ、ニーナの方はまあしゃあないなって妥協できる部分ではあるけどさ、そもそも選択肢が出てきてねえんだからさ。いやイブの好感度もちょっと気になるんだよな。イブの好感度下がったらどうしようって、下がってて子供を流産するみたいな、そういうバッドエンドになるかもしんないっていう一抹の不安を抱えながら、まあ、この他のヒロインたちの好感度を上げてるわけだからさ。いやまあ大丈夫だとは思うけど、まあ、どっちにしろ60日か、妊娠して60日経たないと子供産めないみたいな感じだからさ、いやギリギリ60日経たないんだよな。冬の月じゃないでしょ妊娠してんの。冬の月の最終日あたりで妊娠してたらワンチャンゲームのエンディングの手前で出産見れたかもしんないけど、だって結婚したのが冬の月の14ぐらいでしょ。でそっから15回か20回ぐらい奥さんと一緒に寝るっていうのをやれば、そのハラムみたいな、そのハラム条件がそんな風に書いてあったから、いや多分ハラムの春の月だよね。いや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 、もっと早い段階でな、パート25ぐらいで攻略ウィキ見てたら、もしかしたら今と違ったような感じのエンディングを迎えられたかもしれないけど、まあエンディングまだ迎えるにはまだあと何パートか残ってるけどさ、まあ言うてでもやれるイベントって限られてるからな。ああもういっか、ある程度話しかけたことだし、まあ日付も、うん、まあ5時だ、そろそろ BGM がなくなるぜ。ああ夜になったかなと思ったけど、意外と BGM 鳴り響いてた。あ夜になっちゃってるね。一応天気予報確認して、雨じゃなかったら牛を買いに行く目標ができたな。
8000円あるからな。牛2頭買えるぐらいの財力はある。ってことで終えるか。次回に続く。